ザポリージャにミサイル、住人2人死亡、ウクライナ精密誘導で住宅地狙ったと主張。ウクライナ政府の発表によると、ウクライナ南部ザポリージャで9日、ロシア軍が発射したミサイルが住宅地に着弾し、住民2人が死亡した。住民らが火曜教会と周辺の商店の建物が被害を受けた。当局者は精密誘導で住宅地が狙われたとしている。ザポリージャはザポリージャ州の州都でロシア軍占領地域に近い。州南部を占領するロシア軍に対し、ウクライナ軍が反転攻勢を進めている。当然ながらウクライナの報復があるだろうな。ロシアの場合、物もなければ人材もつけているので、せいぜい民間への攻撃しかできない。対するウクライナは、正確かつ効果的な攻撃により、その何倍もの軍事的価値のある施設に対し、苛烈かつ修復不可能な報復を行うだろう。結果、さらに欧米での評価が高まり、ウクライナへの支援が拡大することになるだろう。ウクライナ軍全海兵旅団を16キロの共範囲に集中投入。ウクライナ軍の海兵隊のほぼ全部隊がドネツク州南部の前線の16キロほどのエリアに展開している。4個ある海兵旅団のすべてがモクリヤリー川沿いに展開しており、その兵力は総勢ざっと8000人だ。ウクライナ軍がこの構成軸で大きな突破を成し遂げれば決定的な戦力になるだろう。だが、ウクライナ軍が南部方面で待望の反転攻勢を始めてから2ヶ月経つ中、精鋭の海兵旅団をすべて同時に展開させたことには大きなリスクも伴う。ウクライナ軍の戦闘序列において海兵隊は同じく独立した軍種である空中機動軍、空挺軍や最も経験豊富で装備も充実した数個の陸軍旅団と並び、最も強力な攻撃戦力に位置づけられる。とはいえ、どんな旅団も休養や装備の修理、兵士の補充のために短期の休暇を挟まなければ戦い続けることはできない。つまりこれらの海兵隊もいずれ接触戦から引き下げる必要が出てくる。そうなると、その空白をより戦闘力の低い部隊で埋めなくてはならなくなるかもしれない。この入れ替えはロシア側にとって反撃の好機になる。ウクライナ海兵隊は5月にボロデミル・ゼレンスキー大統領の命令によって独立した勲章になった。ゼレンスキーは海兵隊について、敵を壊滅させ、ウクライナの国土を解放し、最も困難な状況で、最も困難な任務を遂行する強力な戦力だ。私たちはこの戦力をもっと必要としていると述べている。ロシアがウクライナ侵攻を始めた2014年、まず南部クリミア半島を強奪し、次に東部ドンバス地方を攻撃した以前には、ウクライナ軍に海兵旅団は1個しかなかった。海軍に属していた第37海浜旅団である。その後、戦争がエスカレートする中、新たな海浜旅団が編成される。2015年に第36海浜旅団、2018年に第35海浜旅団が設立され、今年春には最新の第38海浜旅団が作られた。第38海浜旅団は7月25日ごろ、南部前線到着の挨拶代わりとばかりに、ロシア空軍の KA-52 攻撃ヘリを撃墜し、鮮烈なデビューを飾っている。軽装備ゆえの機動力が強み。各2000人規模のウクライナの海浜旅団は、他国の海浜隊がするように、強襲揚陸艦に搭乗して移動するわけではない。ウクライナ海軍は古い揚陸艦を1隻保有するだけであり、この艦船は最近はドニプロ川の河口付近に隠されている。ウクライナの海浜隊はもっぱら陸上で戦う。彼らを海浜隊たらしめているのは、その編成や訓練、精神である。海浜旅団は一般的な陸軍旅団よりも軽装備だ。陸軍の旅団は通常、早期キャタピラ式の歩兵戦闘車、IFV 各30両を装備する3個団体と戦車30両を装備する1個完全大隊からなる。これに対して海浜旅団は早期式 IFV とそれと同数かそれ以上の自走式 IFV、 いずれも IFV ではなく装甲トラックということもあるを装備するのが普通だ。戦車について言えば、海浜旅団は装備数10両ほどの1個戦車中隊しか置かれていないこともあるし、
あるいは戦車を全く保有しない場合もある。例えばウクライナの第37海浜旅団の海兵隊員は米国製の MATV 装甲トラックやフランス製の AMX-10RC 偵察車に乗っている。戦車は持たない。この軽さがスピードを生む。確かにウクライナ軍は最近多数の早期式 IFV と大量の砲撃やロケット弾攻撃に支援されたゆっくりとした歩兵先行の攻撃にシフトしている。ウクライナ軍指導部はこうした戦い方によって部隊が戦車や IFV を許容できないほど失うのを避けながら、ロシア軍の設けた地雷原や塹壕戦を少しずつ突破していくことを期待しているのだろう。それでも海兵隊はやはり海兵隊らしい戦い方をしている。海兵隊戦力の集中投入で大きな突破を狙う。海兵隊は数量の戦車の支援を受けながらトラックの車列で電撃的に移動し、装甲艦射撃でロシア兵に衝撃を与える。それから歩兵部隊を配置し決定的な接近戦に臨む。第35海浜旅団と第37海浜旅団はこうした戦術によってモクリ・ヤリー川沿いに南進し、スタロ・マイオルスケなど一連の集落を解放してきた。第35海浜旅団と第37海浜旅団が同川の渓谷一帯を強襲する間、姉妹旅団である第36海浜旅団はそこから16キロほど西のステポペ近辺で戦闘を続けている。もう一つの第38海浜旅団は先週、スタロ・マイオルスケの東に隣接するウロジャイネの外れでロシア軍の地上部隊と初めて交戦した。海兵隊はこの攻勢軸で陸軍がより西で進めている反攻よりも成功を収めている。もちろんこれは地形の違いも一因である。陸軍の作戦区域、特に徳幕方面の軸に沿ったエリアは広く空けており、大半は平坦で樹木もあまり生えていない。そして TM62 対戦車地雷が大量に敷設されている。一方、モクリ・ヤリー川渓谷周辺はもっと複雑な地形をしていて、広大で密集した地雷原も比較的少ない。攻撃はこちらの方が進めやすいと言えるだろう。もっともこれは海兵隊の機動性や規律、攻撃力が信用されていないということではない。ウクライナ軍が海浜旅団をすべてこの軸に配置したのには理由がある。反攻開始から3ヶ月目に入ろうとする中、大きな突破を達成しようと必死になっているのは明らかだ。軍の指導部は今こそ海兵隊の全勢力を投入すべき時と考えているようだ。ただ近いうちに突破できなければこれら全海浜旅団に休養が必要になるかもしれない。現在戦闘を行っている4個旅団と入れ替わる5個目、6個目、7個目の海浜旅団はウクライナにまだ存在していない。モスクワ郊外の防衛企業系列工場で爆発、少なくとも56人負傷。モスクワ郊外の花火工場で爆発があり、少なくとも56人が負傷した。同工場はロシア国営防衛関連企業ロステックの系列企業が管理していた。モスクワ州のボロビヨフ知事によると、セルギエフ・パッサートにあるザグルスク光学機械工場の花火生産倉庫施設で9日爆発が発生した。同工場は軍用及び民生用の光学電子システムの開発と生産を担うロステック傘下部門の一部。ロシアがウクライナ侵攻後に企業データの開示を停止する前の年次報告書によれば、少なくとも2021年まではロシア軍向けを含む光学機器を生産していた。ボロビヨフ知事は9日、同工場では長らく光学機器の生産を重点的には行っていなかったとテレビ放送の中でコメントした。ロシア連邦調査委員会は声明で、爆発がドローン攻撃や犯罪行為によって引き起こされた証拠はなく、工場の安全規則違反の可能性について調べが進められていると説明した。ロステックは発表文で、爆発はザグルスク工場に隣接する民間企業保有の倉庫で起き、工場に被害が及んだと主張した。インターファクス通信が現地当局を引用して報じたところでは、負傷者のうち1人は収容先の病院で死亡した。